こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。実際にちょっとやろうかなと思って。原神と何回も来るし、おばさんも多分来るから大変だなと思って。まあ、人狼の編集もしながらっていう2日分撮れてないから、ちょっと小分けにしようかなとか思いながら、小分けにして、ロングだと撮れないかも。まあ、ちょっと、あれですね。ロックで、20。とかは別に、お願いなくて。お、あれ？戦艦、ウォースパイトとか上げてもいい。ないの海洋。ことでもいいや。落ちるけど、落ちるけど、よく艦隊落ちるけど、やばい場合はこうやって耐えてもらう。やばかったらちょっと。第二部隊を活用するしかない。やばかったら、主力隊に変えて、ちょっと全部一回倒せなかったら、主力部隊に変えるっていう。何回でこれで、あれなのかな。36だから多分5回くらいじゃねえかな。オイルも万全なんで、まあ、オイルも万全な体制なんで。厳しいかな。この第一部隊がどこまで踏ん張れるかが全てだからな。ただまあ、主力であるローンとかまだいるし。これからの時代を担うロイヤルと、あれ、真ん中の子、もいる。まあ、あんまり体力削られないで、処理しないと。雑魚敵を処理しないと。まあ、ただまあ、基本的には大丈夫だとは思いたいが、ローンの体力がゴリゴリ削られてるわ。第二部隊がどこまで踏ん張れるかも見どころだな。第二部隊の踏ん張りこそ大事か。第2部隊。縛りがないこっちの方に、いや、こっちの方に協力部隊積み込むか。こっちの2部隊の方の編成変えて。こっちの方の方に、3人の120オーバーの人たち入れるか。こっちの部隊に。第1艦隊の方を弱らせるか。第二艦隊の方協力にするが、いや、でもまあ、
ちょっと、中ボス的っていうか、ちょっと強そうな雑魚敵は、第一です処理して、第二が、雑魚敵の処理をしてもらうか、限界まで。まあ、レベル的にはなんとかなるんだとは思うんだが、ギリかな。舞台遅いんだよな、やっぱり。その舞台が打つようになってから、まあ、ちょっと、スピードが速くなるっちゅう。入るまでがきつい。36だよな。第4個。ゲールだけでも5個あるわ。ゲールだけでも。ボスまでにこっちを温存しとかないとな。なるべく温存。ああ、きついかもしんねえな、これやっぱ。あっちの2の部隊が5、あの5機倒せればな、5。まあ、無理であれば、しょうがない。メンバー編成変えるかな。部隊が4機ないし、3機はもう倒してもらう。4機、5機。4つ、5つ倒せればもう、あまり第一艦隊の、もうしないままでいければ一番。じゃあもう後ろのやつらが、技を打ってからな、ここまで粘るっていう。何体でいけてる？一旦、1、2、3、4、5、6、来た、きついから、一旦倒すか。倒そう。一旦試すために倒そう。1、2、3、4、5、6、6体倒さなきゃいけない。でも多分これあと5回くらいやんなきゃいけない。うん、結構ローンも半分くらい削られてる。ちょっと危険かもしんない。第二の方を強くするか。それか、長州力入れるか。主力を投入するか、そろそろ。最後のドギだけでも投入するか。4回ぐらいは、この通りで、このメンバーでもいけるんだろうから、多分。まあ、みたいに6回やればいいっていう感じで。最後の全部倒すときだけ、長州力に入れ替えよう。もう、レベル上げなんてか。メンバーで、状態良好。
あれ？ゼロパワークリアってなんだよ。クリア扱いになってないの今。あ、俺だの？それとも。あ？やっと来た。D3 やったんじゃなかったっけ？今の俺負けだの？もしかして。いや、こっちの舞台に、アークロイヤルの方を持ってくる。ランを。いや、戦闘でもいい。理由は、これでいい。この舞台を。第2も微妙にあれだけどな。レベル上げを。合わせた扱いじゃねえのかよ。思っても。あ、こう、変えて。欲をバネに。ダメなのか、あれ、クリア扱いじゃねえのかって、攻撃なんだけども。クリアしてないの扱い的に。どうでしょうっていう。あ、めまいすんだけど。え、俺こうクリアしなかったっけ？違うのをクリアしたのっていうくらいの勢いで、もうショックなんだけど。どうでしょうっていう。縛りは、循環か。これで5の位置にローン来ないとダメだ。要としてディフェンスの要だ。ここはもう誰でもいいや。ベルファーストでいいやけど、そうだな。もうあれだけど、このあれ、あ、いい、レベルが上がんないけど、この辺だけでも固めとかないと。最後と破られる可能性が、押し乗ってると。あれ？これ初めて行くところか。あれさっき俺のどこやったの？え？あ、あれ？じゃあ俺今まで何やって、あ、違うんだ。あ、あ、あれだ、あれだ。あの D の初めのやつだ。これからが本当の試合だ。うん。D のなんか前哨戦みたいなやつだ。あー、マジでびっくりだよ。耐えられなかったら、一旦もっとこのメンバーよりも強力。ああ、ダメだ。1部隊の方が弱い。こっちで使うべきじゃなかった。雑魚で使うべきだった。いきなり厳しい。
調整失敗か。もうちょっと強いやつら使うか。ボスが出たら倒す。最後の時だけ強いメンバーで投入って感じでいいんじゃない？もうレベルが上がってるけど、しょうがないっていう。まあ、いざ、敵にやる、挑むべきだな、あったわ。こっちの敵の調整もこうなるか。この敵も倒せないんだったらもう、いいな、うん。雑魚的には耐えられそうだな。雑魚的には耐えられそうだな。雑魚的だったらなんとか。あっちのなんか、ちょっと違う形の雑魚じゃない方のあれは、無理っぽいけど、こういう系ならなんか耐えられそうだな。
あ、これ危険エリア拡大中パターンだ。これダメだわ。ああ、もう順番通りちゃんと倒していかなきゃ無理だわ。そのやつ、体力が削られてる。やばいぞ、これ。まあ、しょうがない。毒が絡んでも、もう、こっちの第一部隊も活用するしかない。あからさまにやばいことになっていくのはもう目に見えてるけど。毒、あれ、間違った。あっちの部隊が毒まみれになっても、一旦、避難。こっちの部隊が毒まみれになっても、とりあえず、まあ、毒まみれになって体力削られても、エリアに入っても、まあ、誰が亡くなってもしょうがない。順番の設定、ミスったわ。まあ、完璧倒せなくてももうしょうがないじゃん。2つ倒しちゃいな、あと上も。マジで切る。
厳しすぎて、厳しすぎて、やばい、過酷な戦い。かなりやばい。無理だろうなぁ。クリアするままならんかも。ダメージを受け続ける。だからかなりきつい。あと2連戦きつい。毒を受けながら。よし、最後の戦いギリマにやった。
あと1回分耐えられればダメか、もうダメだと思う。いや、後ろの部隊が撃てればやばい、もうダメだ、多分だ、あ、大丈夫か、ギリギリか、3人が撃てれば、3人が撃てればギリ、よし、あぶねえ。でももう縛りがなくなったから、もうクリアはとりあえずすればいい。ああ。あとはどういう縛りかわかんないけど、もう出たら5回くらいだと思うんだけど。
程度、あの時と比べて全然。
状態良好。行こう。状態良好。行こう。状態良好。行こう。
ばい、クリア。疲れた。